手にいらっしゃいます父なる神様この一週間の私どもの歩みをあなたが共にいてくださりお支えくださいましたことを心より感謝いたしますまた安息日の朝私ども一人一人をこの礼拝にお招きくださっていることも感謝いたします礼拝にあたってあなたの恵みを思い起こしますどうか主の恵みを思い起こし共に賛美する時としてくださいますようにまた あなたの御言葉をもって一人一人の信仰を養ってください。さまざまな理由でご参加できない方々のことも覚えます。安息日の主をどうか共にいてくださり、安息日の平安とまた癒しとお与えくださいますように。この祈りを、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン ございます。ご一緒に神様を礼拝できることを感謝いたします。本日与えられました聖書の言葉を拝読いたします。マルコによる福音書7章33節から36節。マルコによる福音書7章33節から36節です。高校訳聖書を拝読します。 そこでイエスは彼一人を群衆の中から連れ出しその両耳に指を差し入れそれから椿でその舌を潤し天を仰いでため息をつきその人にエパタと言われたこれは開けよという意味であるすると彼の耳が開けその舌のもつれもすぐにすぐ溶けてはっきりと話すようになった イエスはこのことを誰にも言ってはならぬと人々に口止めをされたが口止めをすればするほどかえってますます言い広めた。アーメン開会賛美歌9番の一節を歌いましょう。環境に配慮して小さな声で歌いましょう。 気になる方はひざまずいてご一緒にお祈りを捧げましょう天地万物をお言葉でお作りになった大いなる神様あなたのことをお父様と呼べることを感謝いたします私たちのことを愛し 私たちを救うために全てのことを用意してくださいましたその全てを見ることのできない小さな私たちですが一つ一つあなたが丁寧に私たちに教えようとしてくださることをありがとうございます今嵐のような世の中に私たちは生きております意味のわからないことがたくさんありますけれど この中でもこの状況を少しでも良くしようと懸命に働く人々を支えてくださいまたその中で祈る私たちを支えください私たちを迎えにいらしてくださるあなたのことを信じて今日をしっかりと歩むことができますようにまたあなたを見上げることもできないほど苦しい方々をどうぞ支えてくださいますように 今日、言言葉葉をを取り継いでいいくくだだささまますす近藤先生の言葉をどううぞお支えさいますように私たちがイエス様を見上げることができるようにこの時間を祝福してくださいこの場に集えないお一人お一人捧げる祈りをあなたが同じように受け取ってくださいます感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします 아멘. 献金をお捧げします。礼拝献金となっておりますえ、会堂においでの方々はお帰りに出口のところにあります。献金箱をご利用ください。また、おいでになれない方々は、いろいろな方法で教会にお捧げする方法がございますので、教会のホームページなどをご覧になってご利用ください。それではお祈りをお捧げします。その後に主の祈りを皆で捧げましょう。 愛すすする神様なななくくてててははらぬものをあなたた備えてくださいいまま感謝いたします私たちが捧げますこの礼拝献金をあなたが祝福して用いてくださいますようにあなたの御言葉が広がりますようにまた苦しんでいる方々を助けるために用いられますように捧げました一人一人を祝福してください。 イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らにお姫あるものを我らが許すごとく、我らのお姫をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン 本日は天沼教会主任牧師の近藤光犬先生によって、聞こえないものが聞こえるものに、語れないものが語るものにという題で、御言葉が取り次ががれますその前ににオルガンによる検証が捧げられます。 今の賛美歌にありましたように、このままでお救いくださいとあります、イエスマ,マはそのまま私が来ることを望んでおられます、そして受け止めてくださって、人とともに歩む中で私たちを作り変えてくださる方です、今日もですねそのままイエス様のところに行って出会い、救われた方から学んでみたいと思います。<coughs> その前にですね、聞くということについて少し考えてみたいと思うんです。私の母が耳が遠くなり、補聴器をかけ始めた頃なんですが、補聴器をつけると疲れると母がよく言っていたんですね。なぜ疲れるのかと聞きますと、補聴器は拾う音を全部拡大するというんですね。いろんな音がいっぺんに入ってきて、疲れるというふうに言っておりました。 もしかしたらですね、もっと優秀な補聴器は、人間の声を中心に増幅,して増幅してくれるものもあるのかもしれませんが、そういう理由でですね、いっぺんに音が入ってきて、補聴器をつけるのを母が嫌がっておりました。人間の耳の仕組みというのは非常に複雑にできているそうです。 聞きたい音にですねフォーカスして聞くことができるようになっているんだそうです。耳の中でですねあの増幅されていくんですが、<coughs> 聴覚は聞こえてきた音をすべてただ増幅するわけじゃないようなんですね。耳に入ってきた音の情報を脳で記憶されている類似の情報と比較比較しながら絞り込むんだそうです。そして聞きたい音を 拾っってて聞き取いるらしいんですね例えばにぎやかな人通りの中で親しい友人や家族の声を聞き取ったり周りでいろいろな音が鳴っていながらも同じテーブルで向き合っている親しい友人同士がお互いの声を聞き分け合ったりというふうにですこういう周囲からの音の情報を記憶によってすでに持っている情報と比較しながら必要な 情報のみを処理ししてててて取り出して聞いいいいるるととうんでですすよくきな思ま逆に自分に興味のない音あるいは考え事をしていて集中を書いていると音としては聞こえているんですが脳に認識されないことがあるんだそうです例えばあることに集中している時名前を呼ばれていても気づかないということがあります あるいは考え事をしていたために言われていることが右から左へスルーしてしまい頭に残らないということもあります、まあ、あとですね何聞いてたのというふうにですね叱られたりするわけなんですねですので耳が聞こえているだけでなくどのような姿勢で聞いているかということも聞くということにおいて大切なんだそうですそこで今日はですね 耳が不自由だったある異邦人がイエス様から癒された物語から学んでみたいと思います前回異邦人の女性がイエス様を主よと呼んで信仰を言い荒らしその娘が悪霊から解放された物語を見ました最初イエス様は一見拒絶するような態度をおとりになりましたその態度は 弟子たちを含め当時のユダヤ人が違法人女性にとる態度を表したものでしたしかしイエス様の子犬という言葉から彼女はイエス様の意図を察してイエス様に信頼し主よと呼びましたこのやり取りを通してイエス様はユダヤ人が持っているし違法人に対する偏見を弟子から取り除き御国の福音が 広く違法人にも開かれていることそして彼らもイエス様を主と呼んで信じることができることをですねお示しになられたのですしかしひとたび染みついた偏見というのはなかなか取れないものですそれでもですねイエス様は諦めず弟子たちを引き連れて違法人の地をぐるっと回りながらガリラヤ湖畔に向かわれました 31節先ほど読んでいただいたところの少し前の31節をお読みいたします。マルコによる福音書7章31節それからイエスはまた鶴の地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤの海辺に来られた。まあ、ここにですね、イエス様がたどったあの道が描かれています。 地図をご覧になっていいただければと思います。赤い丸で記されているところが今、あの聖書の中に出てきた地域です。まず、左の海辺のところの通路からです、ね、北に上がっています。そしておそらくぐるっとこう回りながら緑色の色で記されているデカポリスを回って真ん中のです、ね、ガリラヤ湖の方に入ったんだと思うんですね。 これをご覧になっていただくと分かりかと思いますが、非常に回り道をしているんです。ガリラ地方に戻るならば、そのまま南東に下ればよかったはずなんです。しかし、一旦北のシドンに上がって、それからぐるっと回りながら、南に下って、おそらくは違法人の地を巡り、デカポリスへと入り、ガリラや湖畔に出てきています。これはすごく大回りです。 イエス様はあえてシドンまで足を伸ばしさらにガリラヤ周辺の異邦人の地域を回って伝道されて再びデカポリスに入られました神様が愛と義を持ってこの世界を治めてくださるという神の国のメッセージをまだ聞いていない異邦人に伝道するためこの大回りをして異邦人の地を回りながらデカポリスに行かれたんですね そして、この姿にですね、私はユダヤ人だけでなく、違法人も含めてすべての人を救いになろうとするイエス様の情熱を見る思いがいたしました。今のように車でパーっと回って、ですね、走れるところじゃないんですね、テク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 ,テクと歩いて回られたんだと思います。まあ、そこにイエス様のの情熱を感じます。しかか、も当時のユダヤ人たちは、よほど何か 役割あるいは理由やですねやんなきゃいけないことがない限りにおいてこういう違法人の地に行かないんですねしかしイエス様はですね進んでこの地,を地域をですね回られたんですここにイエス様の情熱が表されています私たちが今この礼拝に参加しておりますのもこの主イエスの私たちを救おうとされる情熱があった頃 からあったからこそだと私は思うんですさらにこの地での働きは後に弟子やクリスチャンたちがユダヤからサマリアさらにその先へと伝道していく時の先駆けとなったはずですすでにイエス様がまず回っておられるんですね聞いていた人たちがいるはずですその後また弟子たちが後にここの地を訪れただろうと思いますそうすると イエス様が先駆けとしてすでにメッセージを語っておられてそしてその後から弟子たちは入っていったということになります今先ほど再度デカポリスに入られたと私は申し上げました皆さん思い出してくださいしばらく前に東先生が思いもよらぬ証人と題してマルコによる福音書五章のイエス様によって悪霊から解放された人のお話をなさいました お供したいと願ったこの男をイエス様は家族のもとに返されました。するとマルコ5章20節にありますように、自分にイエスがしてくださったことをことごとくデカポリスの地方に言い広め出したとあります。この人がデカポリスにおける伝道のいわば先駆けとなったんですね。思いもよらぬ証人となったわけなんです。 彼がイエス様のことをまず伝えましたこの伝道が今日の物語と来週扱います8章の物語につながっていくのです32節をお読みいたしますすると人々は耳が聞こえず口の聞けない人を身元に連れてきて手を置いてやっていただきたいとお願いした えさて、イエス様がこの地域においでになったことを聞いたある人々が、耳の不自由な人をイエス様の元に連れてきて、手を置いてやっていただきたいとお願いいたしました。手を置いて、それは癒しや祝福を求めた言葉です。言葉によって悪霊からあの男を解放したイエス様ならば、手を置いていただくだけで、この人を、 癒し救ってくださるんではないかそう期待してですねある人々がこの耳の不自由な人を連れてきたとあるんですねマルコの2章の中風の者の,の癒しもそうでしたけれどもここでもイエス様を信頼した誰かがイエス様のもとに癒しを必要としている人物を連れてくることによってその人は癒されイエス様の救いに預かっています 中風の人は寝たきりで自分では移動することができない人でした。今回の人物は耳が聞こえず口も聞,こえない聞けない人でした。口が聞けないと表現されていますが、実はこれはですね、声が出ないということではなくて、言語をうまく発生することができないという意味の言葉なんだそうです。例えば、き音など、 言葉がうまく発生できない。そういうような話すことに困難を抱えている人でした。耳も聞こえない人は、主に目からしか情報を得ることができません。だから非常に情報が限られます。今のように手話によるコミュニケーション方法がおそらくまだなかった時代です。また耳から言語情報が入らなければ、 実はですね、なかなか文字も理解しにくいんだそうです。そもそも古代では字が読めない人が庶民の中に多くおりましたおそらくほとんどだっただろうと思います。ですので、おそらくほとんどまとまった情報を得ることができなかったことでしょう。またこの人は言葉をうまく発声することができない問題も抱えていました。これは耳が聞こえないことと関連があるように、 思います生まれつき音声が聞こえないとどのような発音で会話がなされているのかがわからないんですまた自分の発生している音も確認できませんだからしゃべることも声をうまく出すことができないんですねこのように聞くことも話すこともできないこの人は人とのコミュニケーションが うまた人が話していることが聞こえないために時に疑心暗鬼になり人間関係を築くのが難しくなることすらあったかもしれませんこれも母のとのことなんですが母が耳が遠くなってですね母と私と弟の家族でミニ旅行をした時のことです 久しぶりの家族旅行なんですが、母がホテルについて落ち込んでいたんですね。どうしたのか聞くと、会話についていけない、置いてきぼりにされてると嘆いておりました。私と弟はですね、母が耳が遠くになっているということを全く気にせず話しておりました。しかし母はですね、私たちの会話が聞こえていないんです。 なので、私が話している姿を見ていると、何か内緒話をしているんではないかと不安になってですね、自分だけ取り残された気分になって落ち込んでいたんですね。せっかくの旅行だったんですが、自分だけ置い,り置いてきぼりになったように感じていたようなんです。本当に申し訳なく思いました。母の耳があまりよく聞こえないことに対して、私は全く無頓着だったことを。 これ反省いたたししました、まあ、このようにですね耳の不自由な人はいろいろな思いを抱えるんですねさらに当時のユダヤ人はですね病気や体の障害を罪と関連づけて理解していました例えばヨハネ9章に生まれつき目の不自由な方が物語をしている場面が出てきます それを見た弟子たちが生まれつき目が不自由なのは誰の罪のせいですかと聞いているんですね。これがですね、当時の障害を持った人に対する視線です。ユダヤ教の一派の中には、体に障害を持った人はエルサレムに入ってはいけないと主張していた人々もいたようなんです。でですので 前回の違法人にせよ、この耳の不自由な方にせよ、当時のユダヤ人たちから否定的に見られた人々でした。だからこの人自身もイエス様に対して自分はふさわしくないものであると思い、行くのをためらったとしてもおかしくなかっただろうと思うんです。このような 障害を持つ人に対する理解、視線は、決して遠い過去の物語ではありません。私の父も障害を持っており、鹿児島県の身体障害者福祉協議会の会長をしていたことがありました。父は戦後、結核性カリエスを患い、なんとか回復したしましたが、その病のために体に障害を負いました。それで退院後障害者の 集まりに参加したそうなんですが、その当時は戦後間もなくで、福祉制度も整っておらず、集った人々の多くは大変貧しかったと言っておりました、県に訴えに行っても、対応する窓口は小さい部署で、ほとんど何も対応できないような状況だったと聞きました、戦後間もなくです、復興も精一杯という状況だったわけですね。 昭和40年代、私が小学生の頃ですが、子どもたちの間で、障害を持つ人に対する差別用語を用いて、誰かを揶揄するような風潮がまだ残っておりました。今はパラリンピックもニュースに取り上げられて、障害を持つアスリートが一生懸命競技をなさっている姿に、命の輝きを見て感動した方もいらっしゃるのではないかと思います。しかしか 私の父がパラリンピック選手団の引率者の一人として参加した頃ニュースに取り上げられることはほとんどありませんでした障害を持つ人に対してかわいそうな人々この人たちにも光をというような眼差しが向けられていたと思います560年ぐらい前の日本ですらそうでしたから2000年前体に障害を持った 追った人々はなおのこと肩身の狭い思いをしていただろうと思いますしかし幸いなことにこの人を思いやる人々が彼の周りにはおりましたこの人々によって彼はイエス様のもとに先ほどの賛美歌ではないですけどもそのまま耳が聞こえず口もうまく話せないまま連れてこられたんですね 彼らによってそののままイエス様もしかしたらこの人たちが励ましたかもしれません。イエス様だったらあなたも受け入れてくれて癒してくれるかもよと言ってですね彼らを連れてきたのかもしれませんある方が伝道とはイエス様と誰かとの間を取りなす仲介の働きだと言いました。 本当にそうだなと思いますこの物語を見てもそうだなと思います。私は、まず祈りによって誰かのために取りなすことができます。そしてイエス様は祈る私たちを通して、あるいは誰かを用いて、その人と向き合ってくださいます。この人の場合もそうでした。 33節から35節を生み出します。そこでイエスは彼1人を群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから椿でその下を潤し、天を仰いでため息をつき、その人にエファタと言われた。これは開けよという意味である。すると彼の耳が開け、その下のもつれもすぐ溶けて、 きりと話すようになったイエス様はですね連れてこられた彼を群衆の中から一人連れ出して一対一で向き合われました多くの人々の前でご自分の力を誇示するように癒しをなさらなかったんですね自分の名を売るならば異邦、まあ、人の間に有名になるんだったらですね みんなが見てる前でやる方が効果が抜群だったんじゃないかと思うんですが、イエス様、そうならさらないんですね。イエス様の目的は、一人一人がイエス様を通して、神様のご支配の中に生きるようになるということでした。そのために、この人と個人的に向き合われました。周りのこう雑音抜きにですね、一対一で向き合われたんですね。 イエス様はこのようにに個人的に私たちと向き合い、交われる方です。もちろん、イエス様は私たちとも向き合ってくださいます。聖書を通して、祈りを通して、あるいは神様の作品である自然海を通して、また様々な経験の中で、 イエス様は私たちと向き合い語りかけてくださいます。イエス様が個人的に私たちに向き合ってくださり、交わってくださるのでしたら、私たちもそれに応えて、イエス様と個人的な交わりの時を持つ必要があるのではないでしょうか。そうでなければ、イエス様について知識として知ってはいるんですが、 個人的なな交わりのないただそれだけの関係になってしまいます。イエス様は彼を連れ出して、一対一で向き合われました。このことは障害を持っている人に対して否定的な理解をしていた弟子たちにとってインパクトがあったはずです。ユダヤ人であろうが、違法人であろうが、 また、体に障害を持っていようがいまいが、皆、イエス様が神の国、すなわち神様のご支配の中に招きたいと思っておられる大切な一人なんです。もう一度繰り返します。とても大切な一人なんです。だからイエス様は、その人を群衆から連れ出して、個人的に向かわれました。 そしてその人に合わせて、今まで行ったことのない方法で癒しをなさいました。今、読んだところを見るとですね、両耳に指を差し入れ、それから椿でその下を潤し、天を仰いで、ため息をついてエファタと言われたとあります。ずいぶん手の込んだことをですね、この人に対して、イエス様はなさっておられます。 前回の違法人女性の娘に対しては、その母親に対して、その言葉で十分である、お帰りなさい、と声をかけただけで、娘を悪霊から解放されました。言葉によってこの世界を創造された方ですので、言葉だけで癒すこともできたはずです。しかし、この人に対しては、両耳にこう指を差し入れて、 そして椿でこうペットしたんでしょうかねその下を潤してというようなことをしてるんですねしかも天を仰いでため息までついて癒しはですね伝道のイエス様の姿を見ているとイエス様は相手のことをよく知っておられるがゆえにその対応を柔軟,柔軟に変えておられるんですね いつも同じ方法でなさるわけではないんですその相手の状況を思いに沿って関わり方言葉変えて話しておられるんですねこれも私たちの伝道の模範ですねまず相手のことをよく知ることその必要を知ることそこからどう語るかっていうことを考えてみるあるいは関わり方を考えてみるっていうこととっても大事なんじゃないかなと思います イエス様は相手のことをよく知っておられて、その一人一人に合わせて対応しておられます。今回、イエス様が向き合われたのは、耳の不自由な人です。イエス様が言葉を発しても何をおっしゃっているのか聞こえないんですね。その代わりに耳を通じさせるかのようにこう耳に指を突っ込むということをしているんです。ジェスチャーのようにですね、そして触っているんですね。そしてまた、 うまく話せないその口の下に唾をこをペットしてこうつけてるんですね今の私たちからしたらですね自分の妻を誰かの下につけるっていうのはすごく不衛生に感じてしまいますが古代では唾は癒しの力を秘めていると信じられてたんだそうですだからイエス様はですね彼が理解できるような 動作をなさることでイエス様が彼のことを受け入れ癒しをなさっているということを言葉ではなくて行為を通してお示しになられたんですね耳が聞こえないですので行為を通して動作を通してそれをお示しになったんです今で言うなら耳の不自由な 方に対して手話でコミュニケーションを取るようなものですイエス様ってすごいなと思いますさら、まあ、にですねイエス様は天を仰いで深いため息をついたとありますこれもジェスチャーですまあ、ジェスチャーと言いますが、本当にイエス様はそう思ってたと思いますが天を仰ぐこれは癒しの力がどこから来るかを耳の不自由な人に示す所作です 天を仰ぐことで天の父なる神様を指し示してこの方が癒しの源でありこの方のご支配の中にイエス様が生きてこれをなすんだということを示されたんですねそのことを通してこの耳の不自由な人もの心も天の父なる神様に向けようとなさったんですさらに深いため息をつかれたとあります別な訳ではうめき とも訳されていますローマの8章の26節に「聖霊が私たちのために言葉に表せない切なる埋めきを持って取りなす」という言葉があります。そのように、イエス様はこの人のことを埋めきを持って取り出しておられたのではないか。あるいは、この人のこれまで背負ってきた苦悩をイエス様はすべてお知りになり、 それをご自分の苦悩として受け止めてくださって深いため息あるいは埋めかれたのではないかというんですこのようにイエス様は私たちの苦悩をご自分の苦悩として受け止めてくださり取りなしてくださるお方ですイザヤ書にこのような言葉があります 彼らのすべての悩みのとき、主も悩まれて、その見前の使いをもって彼らを救い、その愛と憐れみとによって彼らをあがない、いにしえの日、常に彼らをもたげ、彼らを携えられた。イザヤ書63章の九節の言葉です。私たちがさまざまな苦悩を抱えるとき、 イエス様は私たちの悩みをご自分の苦悩として受け止めてくださいますそしてその愛と憐れみによって私たちを救ってくださいますイエス様が示された神様は私たちと共にいて私の悩みをご自分の悩みとされる神様なのです体に 二重の障害を抱えていた人は、このイエス様の一挙一動を残っている感覚、視覚を持ってじーっと凝視しただろうと思います。そして、その所作の意味するところを考えたことでしょう。そして、エファタとおっしゃったその口の動きも見ていたはずです。 そのののようににイエス様を見つめてて、いると、彼彼耳耳がが開けて音が彼の耳に飛び込んできました。きっと最初に彼が聞いた声は彼と向き合ってくださったイエス様の声だったでしょう。これも聖書には出てきませんが言葉をはっきりと話すことができるようになった彼が最初に声をかけたのもきっとイエス様だったことでしょう。 しかし彼はただ癒されただけでなく彼が凝視していたイエス様の行為一つ一つを通して自分の抱えていた苦悩をご自分の苦悩として受け止めてくださり愛と憐れみによってお救いくださるお方を知ったのでありますさてその後どうなったでしょうか 36節イエスはこのことを誰にも言ってはならぬと人々に口止めをされたが、口止めをすればするほどかえってますます言い広めた。彼らは人形ならず驚いていった。この方のなさったことは何もかも素晴らしい。耳の聞こえないものが聞こえるようにしてあり。 口の聞けないものを聞けるようにしておやりになった。イエス様は彼に口止めをなさったとあります。もし、この癒しだけが伝わると、そこに込められた本当の意味が理解されず、ただ癒しの奇跡だけが一人歩きしてしまう恐れがありました。そのことを聞きつけて、多くの人々が期待して集まり、本当になさりたいことの妨げになる可能性があったのかもしれません。 だから誰にも言わぬよう口止めなされたのですがこの人は喜びのあまり黙っておれませんでした口止めされればされるほどかえってますます言い広めていきましたあの悪霊に取りつかれていた人がこの地方で最初の電動車になったように今度は聞こえなかったものが聞こえるようになり語れなかったものが喜びを持って イエス様による救いを語るものになったのです。この人も思いもよらぬ証人となったのです。そして彼の証によって、三十何節にありましたように、それを聞いた人々が、ひとかたならぬ、あるいは別な役ではひどく驚いたとなります。悪霊に取り憑かれた人が家に戻って、デカポリス地方で証したとき、 人々は驚き、怪しいんだとありました。今度は異なりました。今度の驚きはですね、むしろ賛美に変わっていくんです。この方のなさったことは何もかも素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにしてあり、口の聞けないものを聞けるようにしておやりになった。とあるようにですね、素晴らしいと言って褒めたたえたんですね。 悪霊から救われた人によってイエス様のことがまずこの地方に伝えられました人々は驚きをもってその証しを聞きました次にそれによってイエス様を知ったある人々が耳の聞こえない人をイエスのもとに連れていきましたそしてこの人が救われ証しすることによってさらにイエス様のことが伝えられて 人々の驚きが簡単と賛美へと変わっていったのです。この人がイエス様の証人となり、さらにこのあと8章の多くの人々がイエス様の哀れみに出会う物語につながっていきました。さて、イエス様がこの人を招かれたように、イエス様は私たちをも イエス様との個人的な交わりに招いておられます。この招きに今日応じたいと思います。イエス様との個人的な交わりは、私たちの信仰生活、クリスチャンの冷静において生命線です。不可欠なものです。それがおろそかになっていくと、私たちの心の耳が閉ざされていき、イエス様の言葉が聞こえない状態になり、 心から喜びが失われていって私の信仰生活は頭だけのものになってしまいます逆にイエス様と個人的に交わり主の恵み深い言葉を日々聞くことによって困難なの中にあっても信仰生活において喜びがもたらされるのですもうだいぶ前ですがドイツの 実践進学者ルドルフ・ボーレン先生が来日して講演をなさったときその講演を聞きに行ったことがありましたその中で確か礼拝のあり方についておごそかさと喜びというのは両立するんでしょうかというような質問がこのボーレン先生に投げかけられました 近年のいろんな礼拝の様式をについてですね、議論があった中で、こういう質問があったんですね。おごそかさと喜びは両立するのかという質問に対して、こんなふうにお答えになっておられました。私たちが礼拝において、神様がこの世界の創造主であられ、また救い主であり、 この世を真にご支配なさる方であることを認めて、恐れ、畏敬の念を持って、その言葉に真摯に耳を傾けること、それは大切なことです。ここにおごそかさというのがあるわけなんですが。そして、真摯に神様の言葉を聞くことによって、神様の憐れみ深いご性質と、恵みによって救われたことを知り、 喜びが湧き上がってくるのではないでしょうかというふうにですね、お答えになっておられました。イエス様は私たちと個人的に交わりたいと願っておられます。しかも私たちが聞く以前に、イエス様が私たちの思いに耳を傾けておられて、私たちの悩みをご自分のものとして受け止めておられます。 私たちも神様、イエス様と個人的に向き合う時を持ち、その時間を大切にしたいと思います。そしてイエス様がこの人の耳を開き、語るものとされたように、私たちの耳をも開いてくださり、イエス様の思いを聞くものとしていただきましょう。そして日々の恵み、の恵み深いシュエスの言葉を聞くことによって、 喜びが湧き上がり、イエス様の見業を語る者としていただきたいと思います。最後に心のまなをお読みいたします。イザヤ書五十章、四節五節の言葉、新海約聖書の訳で読ませていただきます。神である主は、私に弟子の舌を与え、 疲れたものを言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた。主イエスが、朝ごとに私たちの耳をも開いてくださり、主の言葉を聞いて語る者としてくださいますように。 日課529番の一節を環境に配慮して、賛美しましょう。 祈りいたしましまょう手にいらっしゃいます父なる神様、私たちもあの耳の聞こえない人のように、時にあなたの言葉を聞くことに困難を抱えるものであります、そしてあなたとの個人的な関係が希薄になり、信仰生活に喜びが薄れただ頭で理解しているものとなってしまうことがあります。 ししかしようどうか私たちの耳を朝ごとに開いてくださりあなたの御言葉に真摯に耳を傾けるものとしてくださりあなたと個人的に交わる喜びを経験させてくださいそして私たちに弟子としての舌をお与えくださり喜びを持ってあなたを明かししあなたがそうされたように疲れた者に寄り添い言葉で励ます者としてくださいますように 来る1週間が主と交わり、少しでも主に倣う者としての歩みとなりますように、この祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。